フルーツチャンネルのあかりです。寒さが増してきて、ちょっと風が流行る季節になってきました。ということで今日はそんな風を吹き飛ばすはちみつレモンを作っていきたいと思います。この時期12月はね、まだ国産のレモンがあまり生産量が多くないので外国産を使うことになるんですけど、やっぱりね、皮のところに農薬が残ってるのが気になります。なのでしっかり皮の部分の農薬をのける方法も解説しながら、今日は皮ごと使って美味しい蜂蜜レモンを作っていきます。それではクッキングレッツスタート。3日ぐらい経ちました。レモンの様子はね、こんな感じです。ちょっと食べてみます。3日目の蜂蜜レモンの様子です。いただきます。あ、もうめっちゃいい匂い。蜂蜜レモンって感じの甘酸っぱい香りがここからうわーって湧き出てます。いただきます。ちゃんと使ってます。めっちゃ美味しい。このままでもいいけど、炭酸水に割ったりするとすごく美味しいので、今からやっていきたいと思います。
ちゃ美味しい。いやー、これは最高ですよ。レモンのこう甘酸っぱさと蜂蜜のあの独特のねっとり甘い感じが両方残ってます。そして後味が全然残りません。もうさっぱりと、もうさっぱりと消えていく感じで飲みやすいです。お酒が好きな方はここにウイスキーとか足してあげてもめっちゃ美味しいと思います。これ3日でもしっかりレモンの味が出ててバッチグーです。でこのレモンもね、そのまま食べても美味しいですし、飲みながら食べる。うん、美味しい。続いてこちらのホットの方もいただきます。うん、甘い香り、はあ、こっちはもう癒されます。さっきのがガツンといった感じだと、こっちは柔らかい蜂蜜レモンといった感じで、朝いただきたいですね、うん、こっちはさっきのよりさらにレモンの感じが出ます、出てます。お湯にこう浸すことによって、まだ蜂蜜にできてないレモンのこの果汁がお湯の中に広がったのかなと思います。はあ、いいですね。レモンに癒されます。ここに生姜とかすりおろして入れても蜂蜜生姜湯になってとても美味しいかなと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この他にもレモンを使ったレシピだけではなく、レモンが生産されている様子や長期間保存する方法などもお届けしております。気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録して見逃さないようにしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。ちょっとこれはね、どれぐらい持つのか実証してみたいと思います。